今日はダイパリメイクにおけるコロトックについてお話しします。最初に断っておくと、このクソザココオロギは私でも擁護しかねます。なのでそういう覚悟を持って涙を飲みながらノートを取ってください。はーい。コロトック、進化前はコロ帽子ですが、ダイヤモンドパールの序盤に登場する虫ポケモンです。序盤に登場する他のポケモンといえば、最強ポケモンのムックル、電気タイプで威嚇も優秀なコリンク、ビッパ、そしてコロ帽子です。改めて見るとこの序盤草むら、格差がひどいです。オリジナルのダイパではコロ帽子の段階では鳴き声と我慢しか覚えないというクソ雑魚っぷりでしたが、ダイパリメイクでは我慢の代わりに叩く、それと虫の抵抗を覚えるようになっています。仮に我慢と鳴き声しか覚えなかったとしても、ダイパリメイクでは控えなポケモンにも経験値が入るので、育てるのには苦労しないでしょう。逆にオリジナルのダイパは苦行だったと言えます。その苦行に見合うリターンはもちろんありません。序盤虫らしくレベル10でコロトックに進化します。虫ポケモンは成長が早いというのが初代からの通例ですからね。それに従ってるんでしょう。鳴き声は吹っ飛んでいますが、正直見た目は他の序盤虫と比べると重厚感がありますし、種族値も序盤の段階では悪くないので、進化した直後は結構使えると思います。ともすればダイパリメイクで初めてポケモンに触れる人なんかは、早く進化してそこそこのタイプ一致技を使えるこいつを最強だと誤解してしまうかもしれません。とはいえ最初のジムは岩タイプ、弱点を突かれますし一発殴るのがせいぜいでしょう。二つ目のジムリーダーは草タイプで有利ですが、その道中には毒タイプのポケモンが多いので活躍できない。そもそもコロ帽子を捕まえた時に最強ムックルやコリンクを捕まえていたら、彼らが進化していて、まだ発展途上の中間進化なのに使い勝手の良さで負けて、コロトックは使われなくなり、影が薄れて手持ちからバイバイバタフリーしていることでしょう。先生、対戦ではどうなんですか？これ以上私に酷な話をさせるというんですね。いいでしょう。当然ながら旅で活躍できないカスが対戦で活躍できるはずもありません。虫単タイプという存在意義を疑いたくなるような不遇タイプで、種族値も HP と攻撃が相対的に高く見えるだけの雑魚です。一応タイプ1のシザークロスに加えて、辻斬り、瓦割り、ツバメ返しと貧弱ながらサブウェポンもあります。生意気にも剣の舞を覚えますし、とどめ針が決まれば攻撃を大きく上昇できます。ですがこんなポケモンが活躍できる状況ならすでに皆さんは勝っています。あえていいところを上げるのだとすれば、ネバネバネットを覚えるところは評価できます。しかしそれもアメモースやツボツボでやった方がマシです。先生、誰になら勝てるんですか？このクソザココオロギで勝ちたいと、このポケモンで相手の中ポケを任し絶望を叩き込んで、二度とポケモンを起動できない体にしたいと。わかりました。勝てる相手はエスパータイプ、フーディンになら H 振りでサイコキネシスを耐えてシザークロスで倒すことができます。ラティオスはどうですか？ラティオスは流星群を耐えるために HD に厚く育てなければいけない。そして攻撃に振り切れないと、こだわりハチマキを持たせてもシザークロスで乱数になってしまいます。そもそもフーディンも道具なしの前提ですからね。メガネとか弾とか持たれていたら簡単に覆されてしまいます。コロトックに道具を持たせることを考えるなら、こだわりハチマキを持たせた瓦割りで H 振りのバンギラスを乱数で持っていけます。種族値的には素早さで勝ってますし、ワンチャンあるとすればこっちなのかもしれません。無理やり活躍できる道を模索しましたが、やはりこのポケモンはクソザココオロギ。せいぜいストーリーですぐに進化して、進化する喜びを初心者に教える、その程度の存在です。人によってはコオロギを気持ち悪く思う方もいるらしいので、無理に育てる必要はありません。先生？はい？私はコロトック好きですよ。ええ。もちろん好きな人は育ててください。ゲームは誰かに強制されてやるやらないを決めるものではありません。鳴き声とか素敵ですよね。ほら。もう一回。寝る前に耳元で囁いてほしい。イカれてらー。